今日の日付は1月22日2018年です。ライトボディのアクティベーション1日目ですかね。30日目ですね。まあとりあえずどのように進んでいくか。まず深呼吸です。呼吸ですが、可能な限り長く深くゆっくりと吐くときも吸うときもかなりゆっくりと呼吸を続けてください。この呼吸のときに胸の前側、肺の前側だけではなく後ろ側も意識して、特にハートのセンターの後ろ側ですね、が背中側から外に広がるようにバルーン状に球形状に呼吸を繰り返してください。で次は姿勢ですが、可能な限りまっすぐに、頭のてっぺん、100円の部分ですね、がまっすぐ上に引き上げられるように、そして下の尾骨のとこも下にこう引っ張られて伸びるように、で、体を可能な限りまっすぐに、して、今維持するのがいいですね。で、他には、あとはその状態で、反応が起きます。ボディ、乗り物ですね。ビークルのボディが反応し始めますが、反応は達観的に眺めてください。反応に深く入っていかない。眺める、スルーする。とにかくどんどん離れて、自分で自分をこう上から見る感じ。で、自分のボディですね。乗り物に出てくる反応、感情的な反応、考え的な反応、肉体的なセンセーション的なものを可能な限り達観して眺める、落ちていかない、その体感そのものにこう執着しない、もしくはしがみつかない、手放す、スルーさせる、もう通り抜けさせちゃう。どちらにしても一時的な反応なので、もうそこはもうスルーしちゃって、達観することに努めてください。で、あまりこう苦しい場合は、まあ、可能な限り呼吸に意識を当てて、ゆっくり呼吸をすると、で姿勢もちゃんと正すと。で姿勢においては同じ姿勢をずっとしていると体がこう固まる傾向があるので、時々こう戻ってきて体の硬さを確認する。でまたこうリラックスさせる、力グッと入れて落としたりとかして、可能な限りリラックスできる状態を作り出してあげてください。で体的には反応を始めてこう体が動こうとする場合は、動きそのものを止めない。もう体が動きたいように動かさせてあげてください。もしくは動くのを助けてあげる。この4つぐらいかな、が基本です。で、今日はいきなりちょっと昨日と一昨日ともちょっと違うようですね。第7チャクラのところからゆっくり始まってる感じはしますが、人によってはハートの周辺にすごい圧迫感、苦しい感じが起きてきているかもしれません。とにかく深呼吸に意識を当てて、可能な限り長く、深く、休憩状に、バルーン状に呼吸を続けてください。で胸の姿勢はライオン様ポーズ、もしくはスーパーヒーローポーズですね。肩はより落とした状態にして、左右が同じ高さになるように、まあ、揃えてくださいと。そこで力まない、力を抜いて落とし、力をどんどん落とし続ける感じですね。で人によってはハートの背中側がゆっくり暖かくなっていくかもしれないです。でそのまま呼吸を続けてください。で背中側がなんか暖かくなり始める、もしくは腕ですね、上腕ではなくて腕の方にクリアリングの感覚が始まるかもしれないです。
で、とにかく体をまっすぐに維持して、で、人によっては腰椎と胸椎の境目ぐらいですね、あの腰のところですねの接続のところがこう変化が現れるかもしれません。人によってはそこがこうゆっくりゆっくり暖かくなる感じで、腰椎、構造的に言ってしまうと、尾骨があって、仙骨があって、腰椎があって、胸椎があって、頸椎になって、頭蓋になります。で、その腰椎のところが、こう、だーっと、ゆっくりゆっくり暖かくなるような感じが現れるかもしれないです。で、人によっては、右側の太ももですね、外側の筋肉に強い反応が現れるかもしれません。とにかく、まあ、体幹ですね。肉体的な反応は可能な限りスルーする。もうそこにぐーっと力を入れない。反応が起きたら力を抜く。リラックスさせる。もう手放す。ほどく。まあ、そのまま眺めると。特に強い反応が起きるときは、そこでもう仕事が行われているってことなんですね。なのでそれはもうラッキーちゃちゃちゃ、あ、ここでもう仕事ヒーリングが起き始めてるんですねというふうにリフレームしてください。捉え直してください。で、そこで反応が起きてるからそこにギュッと力を入れるのではなくて、逆に力を抜く、リラックスさせる、解放させると。で、人によっては、胸椎ですね、下の方がすごくこう詰まってる感じ、もしくは硬い感じ、重たい感じがするかもしれませんが、もうそれを認識したら、もうそこに執着しない。で、とにかくそこをほどく、リラックスする。で、そこが変わっていくのを許してあげてください。とにかく手放しちゃう。執着しない。手放しちゃう。はい、変わってくださいと。はい、どん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 そこ軽くなってくださいと。ハートの苦しいところですが、多分後からよりこう出てきやすくなると思いますので、あんまり今の段階でこう意識は集中させない方がいいかもしれませんね。ですね、今お腹の胴体の真ん中辺ですねが、ゆっくりゆっくり充電で暖かく、まあ、密度が上がってきているので、まず第三のところがこう膨らむ感じがするなり、暖かくなる感じがし始めるかもしれないです。で、呼吸を思い出す。で、姿勢を思い出す。とにかくリラックスさせる。特に上半身ですね、下腹から、まあ、首のところまでかなり、まあ、可能な限りリラックスさせると。ですね、お手手のポーズが入ってきていますが、両手を合わせて、で、合わせたまま、親指は直角にして、高さ的には顎のところに親指をひっつけてくださいと。で、4つ合わせた指先は合わせたまま、そのまま垂直に上に向けておいてくださいと。しばらくその状態でいてくださいと。で、顎のところ、顎の先ですね、のところに親指を置いたところで、ちょっと上にやったり下にやったりしてエネルギー的に強くなるところを、で、まあ、探ってそこで止めておいてくださいと。で、これはより口の奥ですね、鼻の下のところにエネルギーが入ることを助けるためですと。で、その状態で深呼吸をし続けてください。
人によってはハートの周辺がゆっくりと温かくなり始めると思います。で第7チャクラですね、ちょっとこうぐーっと鬱積した感じ、あの圧がかかっているような感じが始まるかもしれないです。で、背面、腰の背面ですね。あの、臀部の上のところからゆっくりとクリアリングの感覚が始まるかもしれないです。で、呼吸を思い出す。姿勢を思い出す。でそのまま手を下に落とし、まあ、ちょっと下げて親指の、まあ、合わさってる親指のところが鎖骨 の, あの合わさってるところっていうんですかね、あ右と左の鎖骨の間のところにあの少し落としてくださいと。でそこでもあの、まあちょっと上下に動かしてエネルギーが最も強くなるところに行って、そのまま置いておいてくださいと。で、呼吸を忘れない。姿勢を思い出す。でその手はその形のまま、ですね、そのままハートのところまで落として、であの可能な限り親指を90度で親指側の、まあ、側面ですよねをあのハートのところにつけてくださいと。でですね、ハートのところにちょうど親指の根元がつくぐらいのところで、まあ、その状態で置いておいてくださいと。で人によってハートのところでこう動悸ウェーブがこう強く感じられるかもしれないです。でしばらくその状態でいてください。で呼吸を思い出す、姿勢を思い出す。で反応が現れてもスルーする。人によっては背面、左肩甲骨の下とかでも反応が起きるかもしれません。また右側、肩甲骨の奥の方で反応が起きるかもしれないです。ライオン星人様っぽいですけどね。ですね。で、はい。そのまま、4本の指を引っつけたまんま、親指の指先も引っ詰めたまんま、三角形を作り、その三角形の中心にハートが入り、ハートが、まあ、真ん中が三角形の中心ぐらいに来るようにして、その状態でちょっとしばらく呼吸を続けてくださいと。で人によっては動悸の鼓動ウェーブがちょっと強くなる感じがするかもしれません。また人によっては一気にそのハートの周辺の温かがガーッと上がってくるような感じがするかもしれないです。でも達観的に眺めてください。もう反応しない、どん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 離れちゃう。で人によっては喉の上の方ですね。で、こう、なんかこう違和感が現れるかもしれないです。
普通の達観する、リラックスする、手放す、反応をする、眺めてスルーさせてください。通り抜けさせちゃう。でハートの背中側ですね、まあ、気管支的な、でもハートと気管支の間的なのちょっとこう重苦しい感じ、もしくはあの息苦しい感じのところももうスルーさせて、そのまま反応しない、手放す、そこがもう変わるのを、変わっていく状態を眺めてください。変わっていくのを許してあげる、もう手放しちゃう。そのまま呼吸を思い出す。人によっては左側の顎関節で顎の周辺に違和感が現れるかもしれないです。でそのまま手を横隔膜の下のところまで落として、三角形、指先ですね、4本の指先をあの外側に向けて、で親指の縁っていうんですかね、親指の外側を体につけて、4本の指先はあの90度外向きっていうんですかね、にしてあのそのまま状態だから、下を見ると三角形が見える状態っていうんですか、上から下を見下ろすと、その状態でしばらくいてください。でハートのところでクリアリングの感覚が上がってくるかもしれないです。で呼吸を思い出す。姿勢を思い出す。反応はスルーする、眺める、達観する、通り抜けさせる。反応しない、どん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 離れていって眺める、手放す。ハートのところのクリアリングの感覚はより強くなっていくかもしれません。人によっては目ですね、目の周辺がこう、なんていうの、ぼやぼやする感じっていうか、まあ、軽くなんかこう、粘着質的な軽い、なんか重たい感じになるかもしれないです。でまた人によっては頬骨の内側ですね、目の下のところにも変化が現れるかもしれません。でそのまんまあの指先の方ですね、4本の中指、人差し指、薬指のところを、その指先の三角形の頂点を下に向けて、で小指の輪をあの胴体の方に引っ付けて、そのままあのしばらくその状態でいってくださいと。ちょっと上に上げたり下にやったりしても、一番強く感じるところに動かせて、動かしても構いません。
で、呼吸を思い出す。姿勢を思い出す。反応はもう達観して眺める。肩を力を抜いて落とす。で、そのまましばらくその状態の中にいてくださいと。で、人によってはハートのと喉の間に違和感が上がってくるかもしれません。で、三角形、下向きの三角形ですが、そのまま、下向きにしたまま、体からちょっと離して、おへそのところが中、三角形の中心的にちょっと離して、前に出して、手のひら1枚分、1.5 ぐらい離して、ちょっと遠いところに手を置いたままにしておいてくださいと。位置的には座っている方は股関節と膝のちょうど真ん中ぐらいの位置っていうんですかね。で、そのまましばらく呼吸を続けてくださいと。で、肩は力を抜いて。で、その位置ですね。その、おへその高さのところで、その位置、膝と股関節の間の横、なんていうかね、位置で、おへその高さで、そのまま三角形を平行に、親指側がお腹側、で、指先側が、膝の方向っていうんですが、高さは、おへその高さで。で、そのまま、肩の力を抜いて、しばらくその状態でいてください。で、全体的に体がハーッとこの、まあ、一時的にさーっと軽くなるなり、冷たくなるかに、気がこう、のぼせてた時の暖かいのと冷たいのが同時に上がってくるような感じが起きるかもしれないです。もう少しその状態でいてください。肩、首の後ろ、耳の後ろ、背中、ハートの周辺でもクリアリングが高く的に現れるかもしれません。まだその状態でいてください。で、人によってはおへそよりやや上のところですね、上腹のところでクリアリングが強く現れるかもしれないです。また腕ですね、肘の近く、腕の内側とかでもクリアリングの反応が起きるかもしれないです。で、鼻の上が重たくなってくる感じの方は、顎を上向きに、で、とにかく頭の中から落ちてくる脳細胞の老廃物がこう下に降りてきやすいように、顎は気持ちよく上向きに上げたまま、もうしばらくその状態でいってください。で、呼吸を思い出す。
で、その高さのまま三角形をの底辺を下向きに、で、あの指先が上、親指の底辺が下向きに、で、あの位置的に胴体からの幅っていうか距離的には膝と股関節の間、高さ的にはおへそのところを、でそのまましばらくいてください。人によってはおへその周辺で微妙な反応が現れるかもしれません。人によっては熱が出るかもしれませんね。これね、熱っぽくなるっていうんですか。で、その三角形を作ったまんま、ですね、今度は三角形を下向きに、底辺が上向き、頂点が下向きで、その高さで指先を膝のところにまで伸ばして、手を伸ばしてくださいと。ちょうど指先が足と足の真ん中っていうんですかね。で、高さ的にはおへその周辺。底辺がおへその位置ぐらい。だから基本的にちょっと下的に。で、ハートのところにガーッと強いエネルギー的な反応がガーッと出てくるかもしれないです。ガーッとなって、上がってくる感じが強くなるかもしれない。で、なんか吐き出したい場合、ゲップなり、あくびなり、くしゃみなりなんでも、とにかく上がってくる感じ、もう透明な、もう出させてあげてください。で、しばらくその状態でいてください。より広範囲に下腹のところのクリアリングが行われます。で、気持ちいいところに、まあ、ちょっと腕的には辛いかもしれませんが、気持ちいいところに意識を合わせてくださいと。で、肩が緊張しやすくなるかもしれませんが、まあ、可能な限りリラックスした状態。で、人によっては首筋、後ろ、首の横とかにクリアリングの反応、気持ちいい反応が強く出てくるかもしれないです。まだしばらくその状態でいてください。で、はい、その三角形の形の状態で、その三角形を底辺した頂点上向きに変えて、そのままその位置、その膝の位置の高さ、その位置の幅で、そのまま、喉のところまで上げてくださいと。男性でちょっと喉仏のところぐらい。喉の上半分のところが三角形のところに入るぐらいのところで、胴体からの幅的には膝の上の高さ、上の幅って横幅って言うんですか、距離って言うんですか。で、ちょっと辛いかもしれませんが、その状態でいてください。こう腕が下がらないように。人によってはふくらはぎの側面で反応が出るかもしれません。で、胸は開いた状態で、肩は落とした状態で、
ちょっと辛いかもしれない。もうちょっと頑張ってください。で、喉の周辺で違和感が出てくるかもしれませんが、まあ、とにかく、もう反応しない。スルーさせて、ちょっとスルーさせて気にしないと。ゆっくりゆっくりゆっくりよりも動いていきますが、抵抗しないと。で、顎をちょっと上に上げ気味にすると。人によっては肝臓の周辺で強いクリアリングの反応が起きるかもしれません。はい、それで三角形は維持したまま力を抜いて、あの、ま、三角形は つけたまま、まあ、膝の上にちょっと置いといてくださいと、ちょっと休んでくださいと。で、呼吸を思い出す。人によってのことは汗ばんでいくかもしれないです。で、人によっては喉の奥のところですね、ちょっと違和感が強くなるかもしれませんが、もうとにかく顎を上にやって、なんか降りてきなさいと。そこで止まらずに、どん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 降りてきなさいと。で、姿勢を思い出す。肩を落とす。胸を360度広げる。で、はい、次のお手でですね、左手は左手の指先をまっすぐ下に向けて、ですね、あの、おへその下のところ、手首がおへそのところで下向き。で、右手は上向きに、上向きに喉のところですね。喉のところに、置いておいてくださいと。で、右手は、左手は親指別に自由にしておいてくださいと。別に直角にする必要はないですと。で、右手もそのまままっすぐに上げた状態でも構いませんと。可能であれば右、親指を、まあ、喉側に90度曲げるっていうんですかね。それでもどっちでも構わないそうです。まあ、とりあえず、楽なのは上に揃えてる方なので。で、右手は喉の前、左手は下半身、下腹の前にそのまま置いといてくださいと。位置的には肌につける必要はないですと。体から手のひら1枚 1.5 枚分ぐらいのところ距離で構いませんと。で、よりハートのところに強いエネルギーの感覚が現れるかもしれません。しばらくその状態でいてください。人によっては下腹部右側のちょっと、ま、右側なんて言うんですかね、これね、あの十二指腸よりちょっと下ぐらいのところでこう反応が出るかもしれません。そのまましばらくその状態でいてください。人によっては、あの、太もも、臀部の、あの、股関節の近くの外側でも反応が起きるかもしれません。で、手が動きたい感じの時、例えば、なんか距離を調節したいのかなっていう時も、ちょっと動かさせてあげて、こうピタッと止まるところでまとめておいてくださいと。ちょっと、ま、ちょっと前っていうか、もうちょっと外側に、あの、指3本分、4本分ぐらいちょっと外側に。
しばらくその状態でいてください。それによって脇腹ですね、右脇腹のところがこう反応し始めるかもしれませんが、可能な限りほどくリラックスする、反応しない、眺める、で開きなさいと、変化してくださいと、ストレスどん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 出してくださいと。で、手の位置が下りないように、ちょっと上に戻してくださいと。人によってはエネルギーのなんか強く感、手のひらでこうエネルギー、あ、なんとなくここ強いかなっていうビリビリするようなところが分かるかもしれない。もうその強いところにピッと合わせておいてくださいと。そのままもうしばらくその状態でいてください。で、そのままゆっくりと右手を落として、ハートのところぐらいまで落として、そこの強いなんてエネルギーの層のところですね、そこにしばらく止めておいてください。ちょっと腕がつらいかもしれませんが、可能な限り力を抜いて、人によっては頭の周辺、上の上部ですね、上だけこうサワサワ感で、ちょっと孫悟空の輪っか状態のものが出てくるかもしれません。またはちょっとガーッと意識が薄くなるような感じになるかもしれませんが、可能な限りここっていうと飛ばずに、起きた状態を保ってくださいと。じゃあ手を落として、そのままリラックスした状態、もう手の形に固執する必要はないです、三角形を壊しても構いません。ちょっとリラックスした状態で呼吸を思い出してください。で、背筋を思い出す。人によってはちょっと伸ばしたり縮めたり、力入れたり抜いたりして、もう緊張している状態からほどいている状態に戻してください。今40分ですね、あと15分ぐらいですね。ですね、全体的にエネルギーがかなり上がってきていますが、右脇腹の反応ですね、可能な限りスルーさせてくださいと。で、呼吸、胴体、下の下腹ですね、ハートが風船状に360度膨らむように、おへそが中心に360度膨らむ的なイメージで、まあ胴体全部がこう休憩に膨らがります的なイメージで呼吸を続けて、人によってはおへその下の奥の方に反応がうっすらと現れるかもしれません。
で、呼吸を思い出す。姿勢を思い出す。で、右の脇腹のところで反応が強く出ている人は、まあ、そこに三角形作って、下向きに、上向きでは下向きに作って、ちょっと小指側をピッと、その痛みの、まあ、痛みがちょっと三角形の真ん中に来るようにそのまま置いといてくださいと。で、呼吸を思い出す。で、その脇腹のところと肝臓と両方起きている場合は、親指を上に上げて三角形の状態からダイヤモンドの状態に変えてください。で、上の方がちょっと肝臓のところに来るように、下の方が脇腹のところに来るように、脇腹の痛みのところに来るように、ダイヤモンド型にしておいて、それで、まあ、小指の方は体の方にピタッとつけておいてください。で、痛みが動く場合は、まあ、ダイヤモンドの中心に痛みが入る的に、まあ、手を動かしても構いませんと。で、背筋が歪まずにまっすぐにした状態で、肩も、あの影を通りている状態でリラックスさせて。人によっては鼻の上部ですね、きしみ感がぐぐぐっとこう動く感じが出てくるかもしれません。また左の股関節でも調整が始まるかもしれません。とも反応しない、流す、眺める。呼吸を思い出す。で、ですね、お手手を合掌の状態で、ハートのところにこうピッと置いといてくださいと。親指側がハートの状態、まあ、真ん中辺ぐらいっていうか、まあ、親指の付け根のところがハートの中心ぐらいのところで、手を指先は上向きにして、そのまま、まあ、合掌している状態でしばらくいてくださいと。で、下によっては体の縦軸ですね、横隔膜よりちょっと下の方からハートのところにダーッとエネルギーの柱がこう現れるような体感が、出てきては消え、また出てきては消えっていうのが感じられるかもしれません。しばらくその状態でいてください。あと、上に上げたり下にしたいな感じがするわけは、とにかく、まあ、その、まあ、感覚に従ってちょっと移動させてあげてください。
まだしばらくその状態でいてください。でも頭を空っぽに、暖かいところ、気持ちのいい穏やかで、まあ、暖かいところに、まあ、溶けちゃっても構いませんと。考えが上がってきてもスルーする。なんかハートの周辺に集まってくる暖かい感じに意識を合わせ続けてください。もしくはハートの周辺の奥の方に感じる、まあ、ウェーブみたいな、同期ウェーブみたいなものですね。ちょっと軽い感じがするかもしれませんが、とにかく暖かい感じとウェーブ感にちょっと意識を合わせ続けてください。人によっては体の至るところでウェーブを感じられるかもしれません。また人によっては太陽神経質ですね、第三チャクラ、上腹のところ、上腹周辺がだーっと暖かくなっていく感じがわかるかもしれません。とにかくその状態でしばらくいてください。で肩の力を抜いて、でボディが動きたい感じがするときはもうその時に動かさせてあげてください。で体がゆっくり前に行ったり後ろに戻ったりするかもしれないです。で、暖かいところにどん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 合わせる。ドキドキ感とか鼓動ウェーブとか出てきてもスルーしてください。眺めてください。通り過ごさせてください。まだその状態でいてくださいと。もうちょっと強くなるまでその状態でいてくださいと。で、ハートが広がった状態、だから背中側にも広がりますと、前だけじゃなくて、360度休憩になりますと、的に、まあ、イメージし続けてくださいと。まあ、思い描き続けてくださいと。
第7チャクラの上部のところが多分ゆっくりと気持ちよくなっていると思います。耳鳴りがするかもしれません。そのまま何も考えない、温かいとこ、気持ちいいところにもずっとそのまま、もう溶けちゃっても構いませんと。もうちょっとですね、なんか出したい感じ、出そうとしてるみたいですが、ハートの周辺の温かさと合体する感じっていうんですよね。もうそれがこうよく覚える感じというか。はい、もうそこ手を下ろしていいそうです。手を自由にしてください。で、もういっぺん肩の周辺も力を抜いて、ハートの周辺もカットを動かしてみて、力を抜いて、首もちょっと回旋運動なんかをしてみて、伸ばしてみてください。で、頭の上の方の気持ちいいところにちょっと意識を与えて、で、まあ、そこにどん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 気持ちよくなります的な。頭の上に三角形を作っておきたい人を置いても構いませんと。もしくは顔の前にダイヤモンド型を作っておいても構いませんと。首筋がまっすぐにな、動きたいようにさせてください。もうちょっとですね。全体的なまとめに入る感じですね。体の縦の軸ですね、光のパイプを思い出して、まあ、全縦のパイプがまっすぐに入っている縦のパイプが尾骨から頭のてっぺんまでまっすぐになってて光る。ゆっくりゆっくり密度が全体的に上がっていく。それにこう自分の体がこう整列していく感じ。
しばらくそのパイプに沿って、姿勢をちょっと合わせてください。もうちょっとですね。ゆっくりゆっくりエネルギー引いていいと思いますが、あまりガタガチャしたとこに行かない、バタバタ過ごさない、こうエネルギーが散らないように、可能な限りこう、どんどんまとまってる状態を可能な限り保つ。今日もその時間数的に伸ばす。で、そのくらいですかね。別に、とにかく、リラックス。リラックスしている状態を常に確認する、思い出す。だから15分に1回とか体の格差を確認するとか、そういうことをした方がいいですね。とにかく確認し続けてください的な体の硬さを。硬かったらもう落とす、和らげる、ストレッチすると。15分後にタイマーしとくとかでもいいかもしれません。これは癖にしてくださいという感じなの。絶えず自分の体の緊張具合、硬くなり具合を確認して、確認したら、ほどく、柔らかくする。ちょっと運動するなり、ストレッチなりすると。で、それでもよりその体がこう固まりにくい状態を作ってくださいと。ということで、また明日。